旅館での英語表現、温泉に関する説明を行います。まずこちらが温泉でございますですが、こちら側 this を使います。そうしますと this is the 温泉で、温泉と今と言って大体外国人の方分かる方が多くなっていますので、そのまま温泉と使ってもいいですし、分からない方には hot spring、 また旅館の中には温泉の成分ではないところがありますので、そういったところは public bath を使ってください。内風呂が一つと露天風呂が一つございます。この場合内風呂というのは部屋、建物の中のお風呂になりますので indoor bath、 そして露天風呂というのは建物の外ですから outdoor bath になります。で we have、 あります、持っていますということで we have を使って、 we have a indoor bath and outdoor bath。で、大浴場は男湯と女湯に分かれています。こちらは The public baths are divided by gender。 ジェンダーというのは性別になります。だから性別によってということで by gender となります。次に持っていくものの説明です。大浴場に行くときは部屋のバスタオルとタオルを持参してください。というのは When you go to the bathroom, public bath、大浴場に行くときはということで本円を使って、そして持参してくださいっていうのは持ってきてくださいですから bring を使います。で bring a bath towel and hand towel in your room ということですね。 When you go to the public bath, bring a bath towel and hand towel in your room。次に大浴場にシャンプー、リンス、石鹸はあります。これは There are の構文を使って There are shampoo, hair, conditioner and soap in the public bath になります。で、大浴場の脱衣所には貴重品を持っていかないようにしてください。というのは貴重品というのは Precious、 貴重な、 Belongings、 所持品ということです。それから持っていかないようにしてくださいというときは should not を使って You should not bring precious belongings to the changing room。 Changing room は脱衣所で of the public bath で大浴場の脱衣所になります。 You should not bring precious belongings to the changing room of the public bath。 次に持っていくものの説明です。大浴場に行くときは部屋のバスタオルとタオルを持参してください。というのは When you go to the bathroom, public bath、大浴場に行くときはということで本円を使って、そして持参してくださいっていうのは持ってきてくださいですから bring を使います。で bring a bath towel and hand towel in your room ということですね。 When you go to the public bathBring a bath towel and hand towel in your room。 次に大浴場にシャンプー、リンス、石鹸はあります。これは There are の構文を使って There are shampoo, hair, conditioner and soap in the public bath になります。で、大浴場の脱衣所には貴重品を持っていかないようにしてください。というのは貴重品というのは Precious、貴重な、belongings、所持品ということです。それから持っていかないようにしてくださいというときは should not を使って You should not bring precious belongings to the changing room。 Changing room は脱衣所で of the public bath で大浴場の脱衣所になります。 You should not bring precious belongings to the changing room。次に浴衣に関してを学習していきます。大浴場に行くには浴衣で行くことができます。というのは、
You can go to the public bath wearing yukata ですね。浴衣を着てっていう wearing 浴衣または in 浴衣でもいいです。で、行くことができます。で、can ですね。行くことができる。で、go to the public bath。You can go to the public bath wearing 浴衣。で、浴衣は左側が右側の上になります。これは、ぜひ教えてあげてください。日本人の方にもこれ、日本人の方で、こだわる方もいらっしゃいますので、ぜひ左側が上になるということを教えてあげてください。Press the left side over the right, right one. Over で何々の上にですから、右側の上に左側が来ます。ということですね。Press the left side over the right one.背中でベルトを交差させ、前で結びます。Cross the obi around your back and tie it in the front. まずは交差させ、クロスですね。クロス。で、around your back。背中の周りで。で、tie it in the front。前で、in the front になります。では次に脱衣所での説明を行います。ここで洋服を脱いでくださいというのは take off 脱ぐというのは take off で all your clothes here ここでということですね。take off all your clothes here で浴場に行く前に下着は脱いでください。で下着は underwearになりますから take off your underwear で行く前にということで before you go into the bath area ですね。そして次に洋服をロッカーに入れてください。 put your clothes in a locker になります。でこのカゴに脱いだ服を入れます。 put your clothes in this basket となります。では次に禁止事項です。脱衣所や浴場では写真、ビデオ撮影はできません。できませんっていうのは you can't ですね。で、撮影する take photograph and videos、写真やビデオ撮影をするっていうのは take photographs and videos。 それして、脱衣所になりますと changing room ですね。 changing roomand bathing area 浴場でということです。大声で話すのはやめてください。 Please don't speak loudly here 大きな声でっていうのは loudly になります。ここでは充電をしないでください。 Please don't recharge here 充電する recharge。ここでのお食事はできません。Please don't eat here.次は浴場での英語表現を学習していきます。浴槽には体をすすいでから入ってくださいというのは Go inside the bathtub after you rinse your body になります。まず、バスタブというのは浴槽ですね。そして、すすぐというのはリンスを使います。口をすすぐとか、髪の毛をすすぐというのもリンスになります。その他、バスタブというのは、このバスタブとこの離れて使う場合もありますし、そのままくっついて、今のようにこのバスタブという形で、一語として使う場合もあります。で浴槽の中で体を洗うことはできません。You can't wash inside the bathtub. それから下着は脱いでください。下着は何でしたっけ ?underwear ですね。で、脱ぐというのは take off ですから take off your underwear。で、
外国人の方は下着を脱いで入るとか、あるいは次のように水着を着たまま、お風呂に入る方いますので、まあ、こういった表現はぜひ覚えておくととても役立つと思います。で、水着を脱いでくださいは、take off your swimsuits。水着は swimsuits。その他、海水パンツは trunks とか swim shorts と言います。では続いて、また浴場での表現を学習していきます。浴槽にタオルを入れないでください。これも浴槽にタオル入れる方とかいらっしゃいますので、覚えておくと便利かと思います。で、まず浴槽はバスタブですよね。そしてタオルはハンドタオルになりますので、Don't put a hand towel into the bathtub になります。で、また湯船また浴槽で泳がないようにしてください。というのは Don't swim in the bathtub。その他、走らないようにしてください。Don't run in the bath area. それから長い髪は縛ってください。Tie up long hair になります。縛るというのは tie up です。ではここでは脱衣所での説明にということで、お風呂から上がった後でのよく使う英語表現を学習していきます。脱衣所に入る前に体を拭いてください。というのは拭くというのはワイプになります。Wipe your body before entering the changing room. 脱衣所、チェンジングルーム。皆さん覚えましたでしょうか？そして次に使用済みタオルはこの箱に入れてください。ですから put, used, 使われたということですね。使われたタオル。Towel in the box. ローションはここで使ってくださいというのは Please use this lotion here になります。